しどめ。もういい、やつを放て。あれは、こいつにはかなうまい。素早い相手よ。捕らえてみせるさ。おい、行くぞ。追わないの？奴らも風後に怯えているだけだ。次に見かけたら容赦はしない。お前のせいでこれまで何人の仲間が死んだと思ってる。わかるか、餌だぞ餌。関係のない俺たちが餌に使われたんだ。お前をおびき寄せるためだけに。どういうつもりなのよ。私たちは奴隷なりに静かに暮らしてきた。それをあんたたちがちょっかい出すせいで。そうよ。この5年間私たちが何もしなかったとでも思ってるの？誰もが等しく人として暮らせるよう必死にやってきたわ。誰がそれを望んだんだ。危険にさらされるのは当の俺たちじゃないか。そうよ。その通りだ。すまなかった。分かっておくれ。わしらも必死で生きとるんだ。シドの意志を継いだ時からこれくらい覚悟してる。クライブ。帰ろう。世界を黒の一体から救うためとはいえ、俺たちがやったことはマザークリスタルの破壊だ。暮らしを脅かしてると受け取られても仕方ない。ベアラーを救うにしたってその一方で彼らを苦しめてる。彼らも非難の目を向けずにはいられないさ。仕方のないことだって分かってはいるけど。だがシドはこう言ってたよ。クリスタルの牢獄をぶち破れと。誰かに強いられることなく未来を選び取れ、自分の意志で。そう言われた気がした。彼らしい。人が人として生きられる場所、仲間と共に。そんな場所を作るため俺はシドの名を継いだ。俺たちは彼に思いを託されたんだ。だから何が起きても俺は意志を貫く。ほら着いたぜ。お二人さん、愛しの我が家だ。戻ったか、クライブ。ビクトルがストラスを飛ばしてきた。状況は分かってるよ。
今回も災難だったな。巷ではシドは滞在人だ。その上風国部下にまで目をつけられてる。誰だって関わりたくはないだろう。それで留守中に変わったことは？ダルメキア共和国軍を調べるためにガブを向かわせた。どうにも奴らの動きが引っかかってな。今は帰りを待ってるところだ。なら奴が戻るまで彼女と各国の情勢をさらっておくとしよう。ビビアンか。戦の研究さえできれば場所は問わんと言ってたが、こんなところでもお勉強とは変わった先生だよ。変わり者だから協力してくれるのさ。何かあれば呼んでくれ。ビビアン、少しいいか。悪運が強いな。まだ生きているとは。お前にだけは言われたくない。何度か暗殺されかかっただけじゃないか。騒ぐほどのことでもなかろう。さて、要件は何かな。この偉大なる軍事学者ビビアン・ナインテールズが答えよう。各国の情勢を把握しておきたい。今日も今日とてバリス・ゼアは知事に乱れたまま。史上最悪の滞在にシドの登場に黒の一帯の侵食による世界の荒廃だが、世界を揺るがす風はそれだけじゃない。ザンブレク公国という嵐の存在だ。風の大陸北東に位置するザンブレク公国はかねてよりその国土を黒の一帯に蝕まれていた。そのため新たな領土を求めて海を挟んだウォールード王国と長く争いを続けている。ところが相手は召喚獣オーディンを擁する強国。そうやすやすと領土を奪えるわけもなく、事態は進展していなかった。そこでザンブレクの信仰シルベストルが目をつけたのは、豊富な資源を抱えるクリスタル自治領だ。5年前のこと、君たちがマザークリスタルドレイクヘッドの破壊に動いていた裏で一挙にカノチへ進攻、制圧した。だがクリスタル自治領は文字通り世界の中心、最大の地理的要衝でもある。ここを抑えればバリスゼア統一にも手が届くだろう。だからこそ各国は相互牽制として不可侵条約を結んでいたのだが、一方的に破られたとなれば紛糾は避けられん。ザンブレク公国、ダルメキア共和国、ウォールード王国、そして鉄王国、それぞれが生き残りをかけ乱世は加速しているよ。なるほど、いい雲行きとは言えないか。世界にとってはな、今後の風の吹き方一つで君たちにとっては追い風になるかもしれない。こんなところだクライブ、こたびの講義代はお使いで手を打とうじゃないか。仕方ない、いいだろう。それではこの本を書庫の主に返しておいてくれ。語り部によろしく。ハルポクラテス。そう呼んでくれるのはお主くらいだな。語り部と呼ばれすぎて自分の名を忘れそうになる。クライブ、無事に戻って何よりだ。ビビアンから本を預かった。これをあんたに返してくれと。若先生は相変わらず読むのが早いの。わしももっと解読が早ければお主の頼みに応えられるかもしれんが、先日手に入れてもらった書物にもそれらしい記録はなかった。
お主が5年前にドレイクヘッドで出会ったという謎の存在、その正体にたどり着くにはまだまだ時間がかかりそうだ。これだけの書物とあんたの学識をもってしても未だ尻尾さえつかめないとは。一筋縄で行く相手ではないということだろう。今は北部の古文書を探っている。何か分かったら知らせよう。助かるよ。書物に囲まれ木の実を食い知識の海に浸る。ここはわしの楽園だ。気にすることはない。テトは見てた。語り部木の実ばっか食べてる。クロも知ってるよ。だからおなら臭いって。これこれ、バラせてない。好物が取り上げられたらどうしてくれる。テトとクロは相変わらずか。書庫で預かってからというもの、毎日元気にしておるよ。ただ時折親が恋しいとぐずるのだ。あの子らが哀れでならん。前の隠れ家が襲われた時、二人の親を含め多くの仲間が殺された。5年前の出来事は生き残った者たちに深い傷となって残ったな。その傷を癒すにもまだまだ時間が必要だ。話が長くなった。疲れたろ。少しは休むといい。ありがとう、ハルポクラテス。おかえり、クライブ。帰ってくるなりバタバタしてるわね。その顔も見慣れたわ。今じゃただの不愛想な傭兵って感じ。刻印がないというだけで外では人として扱われる。お前の施術のおかげで随分活動の幅が広がった。感謝してるよ。そりゃどうも。オットーから伝言よ。ガブから手紙が来たらしいわ。あんたの部屋に置いてあるからって。ガブから。わかった、すぐに確認する。じゃあまた後で。ガブはなんて。ダルメキアが軍を動かした。フーゴクプカも関わっているようだ。これで奴の私兵はしばらくの間ベアラーを襲うことはない。そう、よかった。この戦は俺たちにも好機だ。後でガブと話そう。それにしても隠れ家の再建からここまで本当によくやってこれたと思う。ごめん、遅すぎたくらいだよ。俺がイフリートの力を使いこなせていればもっとうまくやれてたはず。なのにいつも何かがあの力をせき止めているんだ。召喚獣になると大きな負担がかかるもの。あなたの体の方が分かっているのよ。良くないことから守っているんだわ。君にばかり負担をかけてるな。これまでたくさんの場所を巡ってきて私にもようやく分かったの。マザークリスタルは人を幸福にしない。恩恵が大きければ大きいほどそれ以上の争いや差別、痛みや苦しみを生み続けてる。それも黒の一体を大地に広げて人から生きる場所を奪いながら。でもあなたは本気でそれを変えようとしてる。だから私も手伝いたいの。ジル、だがそれにね、これはあの時ジョシュアが救ってくれた命だから。どうせなら意義のある生き方をしたいじゃない。ジョシュアは確かにいた。見間違いなんかじゃない。ジョシュアがアルテマと呼んだあの存在。
とジョシアは奴を追っているんだろう。今この時も。また会える日が来るかしら。それを信じて、できることをやるだけだ。全てのマザークリスタルを破壊する。シドニこの数年で黒の一帯は広がるよ。しかしひどいものですね。エーテルが枯れ果てたとはいえ、いずれ大陸全土が染まるだろう。アルテマの痕跡を追う先々で世界が死んでいく。ねえ兄さん、僕らに何ができる？クレイブ、問題が。ああ、その、すまない。邪魔するつもりはなかったんだが。気にしないで、打ち合わせをしていただけよ。どうした、オット。協力者のマーサが消息を絶った。すまんが、ちょっとサロンまで来てくれ。わかった。おっと、詳しい話を。ロザリアに駐屯するザンブレク兵がマーサの宿に押し入ったらしい。知らせによれば怪我人も出ているようだ。そこに来てマーサも姿を消している。面倒なことに巻き込まれたのかもしれん。なぜ奴らはそこまでの行動に。イーストプールの一件は覚えているな。あれを皮切りにロザリアでは駐屯兵が過激化した。ロザリアを治める俗領総督府の名の下でベアラをかくまう者たちを対抗派と称して虐殺。今やその手はベアラそのものに向けられている。その影響で彼らの保護に支障が出ているとマーサから相談されてたんだが。総督府に目をつけられたか。マーサは大切な協力者だ。失うわけにはいかない。クライブ、マーサの宿へ行ってくれ。現地に石の剣を派遣してやる。連中と合流して彼女を見つけ出すんだ。ああ、すぐに出る。シド、来てくださったんですね。派遣された石の剣というのはお前の部隊だったのか、コール。オットーから聞いている。状況はわかるか。ええ、話を聞いておきました。押し入ってきた駐屯兵はかなり乱暴に振る舞ったらしく、宿場の住民や傭兵団も暴行を受けています。マーサさんが止めに入ったところ、奴らは彼女を拘束してそのまま連れ去ったと。マーサの行方は。いえ、具体的な場所までは。ただ駐屯兵は悲しみの入江方面に向かったようです。グレードモン修道院を調べる気なのかもしれない。おそらくな。俺とジルで奴らを追う。お前たちは住民の手当てを。心得ました。シド、駐屯兵はベアラー粛清と口にしていたとか。どうもこれまでと勝手が違います。くれぐれもお気をつけください。マーサ、無事か？ああ、クライブ、急いで修道院へ。何があったんです？出たんだ、黒騎士たちが出たんだよ。噂なんかじゃなかった。
黒騎士、私を黒騎士から逃がすためにベアラーのみんなが盾になって、このままじゃみんな殺されちまうよ。俺たちで助けに向かう。マーサ、ここにいては危険だ。宿に戻ってコールを頼れ。いいな。わかった。二人ともどうか頼んだよ。なんてこと。クソ、貴様ら何者だ。ザンブレク兵、マーサさんのところに押し入った中東兵ね。あの女、助けを呼びやがったのか。構うことはない。たかが傭兵風情に何ができる。奴の仲間なら貴様らも同罪、粛清対象だ。ベアラーも、それをかばい立てる者も、この世の汚れに他ならん。我ら残夜を担う者、国へに近い来たる千年王国の憂いを断つ。なるほど、お前たちが黒騎士か。クライブ、ああやるぞ。倒したか。敷地内を見て回りましょう。まだ生きている人がいるかもしれない。これは、院長様が。ベアラーの全身が石化してる。限界まで魔法を使って戦ったのか。この人まだ息があるわ。俺たちはマーサの仲間だ。助けが遅くなった。ここを襲った黒騎士は全て倒した。安心しろ。そうか、よかった。黒騎士はベアラー粛清のために作られたザンブレクの特務部隊だ。ベアラー粛清はロザリス城下で始まり、ロザリア全土に広がっている。どうかこのことをシドに、ベアラーたちを奴らから助け。ああ、伝えておく。シド、どこです？ご無事ですか？コールの声だ。無事を知らせないと。クライブ、亡くなったわ。院長様たちの埋葬を終えました。しかしベアラーたちの遺体は全身石化の弊害で粉々に。残った砂は集めてあるわ。マーサさんを守るためにみんな最後まで戦ったのね。マーサさんから話を聞いて急ぎ駆けつけたのですが、こんな事態になっていただなんて。彼らも弔いましょう。せめて安らかに眠れるように。でしたらこの砂をリドック町海峡のたもとへ。院長様が常々そうなさっていました。川に砂を流すことで魂が隔離用に運ばれるのだと。俺が行ってこよう。ありがとうクライブ。
コール、私たちは修道院の中を片付けましょう。この水によって思い荷が洗い出され、魂が次の世へと運ばれますように。終わったのね。ああ、修道院の方は？ええ、片付けてきた。コールは先に宿へ戻ったわ。私たちも行きましょう。きっとマーサさんも心配してる。そうだな。二人とも戻ってこられてよかった。マーサ、すまない、間に合わなかった。いいんだクライブ、コールから聞いたよ。ありがとう、みんなを弔ってくれたんだってね。もっと黒騎士のことを気にかけておくんだった。まさか本当にいただなんて。奴らのことを知ってたのか？いつだったか客の噂話を耳にしたのさ。国営に身を包んだザンブレク兵たちがベアラーを殺して回ってるって。ここ数年はロザリアの駐屯兵が過激になってるだろう。だからてっきり奴らに怯えた誰かがそういった連中に黒騎士なんて名をつけたんだと。このまま黒騎士どもの勝手にはさせない。ベアラー粛清など許されるものか。だが目的は何だ？イーストプールを襲った奴らと同じように、これも母上の差し金だというのか？もうこれ以上奴らの好きにはさせない。うちの傭兵団を強化して今度は返り討ちにしてやる。今回みたいな犠牲を二度と出さないためにもね。そうだクライブ、ついさっきオットーがストラスをよこしたんだ。ガブが隠れ家に戻ったと伝えてほしいって。わかった。それじゃあ俺たちはそろそろ引き上げる。マーサさん、お気をつけて。感謝するよ二人とも。あんたたちや石の剣のおかげで宿は救われた。そこの人、ちょっと手を貸して。おお、あんた傭兵だろ。ちょうどよかった。ここに来る途中チョコボが野党どもに追われてたんだ。あいつを助けてやってくれないか？チョコボ？ああ、ここら一帯を縄張りにしてる野生のチョコボだ。でもただのチョコボじゃねえ。魔物や野党から行商や旅人を守ってくれるこの辺りの用心棒みたいなやつさ。そんなチョコボがいるのか。俺もこの前野党に襲われたところを救われてな。きっとその時の奴らが報復しに来たんだろう。どうか頼む、あんたの力でチョコボを助けてやってくれ。いいだろう。ありがてえ。それでそのチョコボはどこに？この先の街道を横切って船着き場の方へ向かっていった。あのチョコボは気高いナイトのごとき振る舞いで、行商仲間からもロザリアの心なんて呼ばれてる。一目見ればわかるはずだ。わかった。それじゃあよろしく頼むよ。これはチョコボの傘切り羽ね。白チョコボなんて珍しい。あいつを思い出すな。この足跡、向こうか。ようやく追い詰めたぜ。散々俺たちを後継にしてくれやがって。仲間の敵だ。その白い羽を血で染めてやる。待て。なんだてめえ。そのチョコボはロザリアの心だな。こちらに渡してもらおう。俺たちの獲物だ。よそ者は突っ込んでな。悪いがそれはできない。これも仕事なんでな。もう大丈夫だ。
お前がロザリアの心か。トルガルが懐くなんて。その目の傷、まさかあの時の。やはりお前はアンブロシアなのか。アンブロシア、よく生きて。お前にも仲間がいるんだな。おい、大丈夫か。心配になって来ちまったぜ。野党どもを倒してくれたんだな。チョコボも無事みたいでよかった。ああ、実は。やれやれ、ロザリアの心があんたのチョコボだったとはな。チョコボは物覚えがいい。きっと昔のあんたの姿や立ち振る舞いを覚えてて、俺たちを守ってくれてたんだろう。それにしても珍しい白チョコボを飼ってただなんて。もしかしていいところのでかい。いや、そういうわけでは。おっと、野暮なことを聞いたか。気にしないでくれ。アンブロシア、どうした。あんたと一緒に行きたいんだよ。ほら、お仲間も賛成してる。来てくれるのか。何年ぶりかに再会したチョコボとまた旅をする。なんとも泣ける話じゃねえか。よし、ちょっと待ってくれ。どうだ、これでいつでも行けるぞ。いろいろと用立ててくれて感謝する。これぐらい当然さ。ロザリアの心は俺たちの恩人だからな。ここも用心棒がいなくなって寂しくなるが、いつまでも甘えるわけにもいかねえ。今後は俺たちだけで何とかやっていくさ。だからロザリアの心、安心してご主人様との旅を楽しんでくれよ。そういえば、あんたどこかで荷馬車をチョコボに囲まれちまった時か。いや違う違う、あいつはベアラーだった。どうかしたか。なんでもねえ、こっちの話だ。昔あんたに似た人に頼み事をした気がしただけさ。それじゃあな、ありがとうよ。お前が必要な時にはすぐに呼ぶ。これからまたよろしくな、アンブロシア。よー、クライブ、しけた面してんな。報告を。相変わらず愛想ってもんがない。そんなもんクライブに求めるのが悪いんだ。いいからお前も座れ。ドレイクヘッドが消滅した直後、
ザンブレク公国はクリスタル自治領に攻め入った。あそこにはマザークリスタルがある。その上未だ黒の一帯に蝕まれていない。長らく続いた自治領の不可侵条約も破られる時はあっという間ね。ああ、こんな旨味のある場所一度手に入れたら手放すバカはいるはずもないだろう。そんな強硬姿勢を崩さないザンブレクに対し、ついに名乗りを上げちまったのがダルメキア共和国ってわけだ。今や両軍とも自治領を舞台にして激しい睨み合いの真っ最中さ。つまり各国の目が自治領に集まっている。警備の穴が出始めたようだ。どこもいつ踏み込むかと浮き足立っているせいだろう。動くなら今だ。マザークリスタルを破壊する。世界に残るマザークリスタルは鉄王国のドレイクブレス、ダルメキアのドレイクファング、ウォールードのドレイクスパイ、そしてクリスタル自治領のドレイクテイル。ダルメキア軍の大半はザンブレクの件で自治領に出向いてる。となると狙うはドレイクファングか。いや、ダルメキアは戦を仕掛けた側だ。当然背後を取られないように守りを固めるだろう。だが今なら今日ついて狙える場所がある。ドレイクブレス。おいおい、鉄王国は海の向こうだぞ。どうやって渡るつもりだ。ポートイゾルデに住む知人を頼ってみろ。知人だ。おじだよ、バイロン・ロズフィールド。ロザリア七家族のあのバイロン・ロズフィールド。大陸を股にかけるとんでもない大豪商だろ。待て、そうだよ、お前一応ロズフィールドの坊ちゃまだったな。おじはれっきとした貴族だが、その傍ら貿易を営んだら挑戦なら都合がつくかもしれない。行けそうじゃねえか。よっしゃ、いっちょやってやろうぜ。な、な。ガブを連れてこなくてよかったの？張り切ってたのに。奴には風獄部下を探ってもらってる。紙幣が動くと面倒だからな。この手の仕事はガブが最も適任だ。ええ、そうね。それにシドが言ってたように、潜り込むのはドミナントだけでいい。万が一の事態が起こっても俺たちだけならなんとか逃げ出せる。いつか戻ろうと思ってたの。鉄王国へ。どうして？あの国にはやり残してきたことがあるから。それに自分の過去と向き合いたい。あなたのように。力になるよ、ジル。頼りにしてる。行こう。昔のロザリアならこんな恐ろしいことは起こらなかったのに。し、めったなことを言うんじゃないよ。なんだ。
いいな。奴らをかばい立てすれば、俗領総督府の存意により貴様らを粛清する。我々は俗領ロザリアの汚れを排除するものである。肝に銘じよ。承知いたしております。村の者にも言って聞かせますので。黒騎士、こんなところにまで。何があったのかしら。もし何かあったんですか。ああ、俗領総督府に立てつく逆賊が現れたんだと。奴らの住処を探すのに軍が出てきたみたいだ。あんたら旅の人だろ、何か聞いてないか。いえ、特には。そりゃ残念。誰か詳しい話を知らないかな。なあ、見たかい。何のことだ。さっきの兵士さ、あれがきっと噂の黒騎士様に違いないよ。貴重なお姿を拝見できて幸せだな。そいつは良かったな。何でもこの辺りに逆賊が潜んでないか調べてるんだって。俺がそいつらを見つければ黒騎士様に褒めてもらえるかな。話を聞かせてくれるか。なんだい。ここを訪ねていた黒騎士のことなんだが。そこの旅のお方、私はこの村の長を務める者。お二人に無礼を承知で申し上げる。どうかこの村から早く出て行ってくださらんか。訳を聞いても。今のロザリアは俗領総督府のもと厳しい状況にあります。どんな些細な理由で村が滅ぼされるか分かりません。あなた方のようなよそ者がこそこそと嗅ぎ回れば、それだけで目をつけられかねないのです。そうなったら最後、総督府を滑るアナベラ様は直属の配下である黒騎士に村を襲わせるでしょう。お願いします。イーストプールの二の舞にはなりたくないのです。わかった、邪魔をしたな。やはり黒騎士は母上の差し金だったか。だがこの村は総督府を恐れているようだった。奴らに兵服していれば襲われることもないだろう。民を恐怖で縛るなんて。ジル、どうかしたのか。ごめんなさい、昔を思い出していただけ。大丈夫よ。それにしても黒騎士が探している逆賊が気になるわ。奴らの目的を考えればベアラー絡みだろう。もしかしたらこのロザリアにはマーサの他にもベアラーを保護している連中がいるのかもしれない。協力者として迎え入れることができればありがたいが、ここであれこれ考えても仕方がないな。今は先へ進むとしよう。ええ、そうしましょう。クライブ、これって血だ。まだ新しい。おい、そこで何をしている。黒騎士、我らに刃を向けるとは。さては貴様らも種火の守り手か。ならばこの場で粛清するまで、先に行った仲間とは隔離世で会うといい。我ら残夜を担う者、国営に近い来たる千年王国の憂いを断つ。来るぞ。種火の守り手と言っていたな。それがお前たちが探している連中の中。逆賊め、知れたことを。貴様らが逃亡を手引きしたベアラーどもはすでに粛清した。
オールドヒルツァー戦場に行ってみろ。あれが我らに立てついた報いだ。クライブ、この先の集落だ。どうしたトルドル。この匂い、なんてこと。人がやることじゃ。そうだな。何がここまで。あの人一体。クライブ、母上とは全てのケリをつける。いつか必ず。先へ急ごう。通してくれ。子供たちに食べるもの。どうかご慈悲を。花べらの犬どもが。いつまで俺たちを無視する。どうか我々にもご慈悲を。うるさい、ケミン夫人が。下がるぞ。いいから下がるんだ。貴族のやつばかりずるいぞ。俺たちにもクリスタルを焼かせよ。この人、下がれ下がれ下がれ。ケミンども、さっさと帰ると言ってるんだ。お前殺されたいのか。おう、やってみやがれ。正面から入るのはやめた方がいいな。他の手を探してみよう。あの難民たち、オートイゾルでは完全に門を閉ざしているか。あれじゃ簡単に入れそうにないわね。クライブ、何か当てはある？そういえば昔バイロンおじさんが言ってた。あの町には戦時の脱出路として使う地下通路が用意されていると。確か前を通ったラザロ街につながっているはずだ。もう錆びれてしまって人が住んでいる感じがしなかったわ。今ならその通路を探せるかもしれない。よし、行ってみよう。誰かいる。おい、侵入者だ。野党か、面倒だ。貴様、その剣技は一体どこで習った？お前たちが知る必要はない。うわ、フェニックスの炎。そんな、まさか
クライブ様なのですか。クライブ様、ご無礼を。お久しぶりでございます。ウェイドにございます。ご存命であられたとは。ウェイド、よく生きて。場所を変えましょう。それではあなた方が。ええ、ロザリアを取り戻すため集結した広告騎士の生き残り、それが我々種火の守り手を名乗る者たち。とはいえ、俗領総督府に真っ向勝負できるほど我々の戦力は大きくありません。ですからこれまでは秘密裏に抵抗を繰り返してきました。それに加え、保護したベアラーたちを粛清から守るためうまくかくまっていたつもりだったのですが、奴らに知られ、オールドヒル造船所へやられた。黒騎士め、見せしめのような手段に出るとは。なぜ母上はベアラー粛清を黒騎士なんて作ってまで。ベアラーを疎んでいたのは知ってるが、それにしたって度が過ぎている。タガが外れたとしか。イーストプールの一件で目障りならば消せばいいと気づいたのでしょう。ここの駐屯兵が過激になったのも俗領総督アナベラの命によるものです。信仰シルベストルとの間に子を設けてからというもの、ベアラーへの固執が強くなったように思えます。あの女アナベラは自分の子が滑る国家から不要なものを取り除きたいのかもしれません。そんなことで。ウェイド卿、黒騎士に動きあり。大橋付近に本衛隊です。よし、支度だ。急がせろ。黒騎士の主力である本衛隊に打って出ます。このままではさらなるベアラーの血が流れかねない。彼らのために我々が表に立たなければ。俺たちも戦おう。ここまで旅をする中で黒騎士の非道なやり方を目の当たりにしてきた。母上の命によるものなら、それは俺の戦いでもある。私も民を恐怖で縛る総督府を見過ごせないから。クライブ様、ジル様、御意に。お二人と戦えることをこのウェイドは誇りに思います。必ず勝ちましょう。ウェイド卿、どうかよろしく頼む。ええ、任せてください。ウェイド卿、こちらの支度ができた。作戦を聞かせてくれ。我々はこのままビュイット大橋へ移動、広場に駐留している本衛隊を襲撃します。先ほど仲間の何人かを周辺に展開する黒騎士の陽動に向かわせました。これで奴らとの戦いが始まっても援軍の到着は遅れるでしょう。本衛隊は精鋭揃いですが部隊は小規模。お二人がいれば我々だけで打ち破れるはずです。
随分な頼られようだ。正直に言うと、クライブ様とジル様のお力添えがなければ種火の守り手総出で玉砕覚悟でしたよ。そういう無鉄砲なところは昔のままだな。ウェイド教、ベアラーの埋葬のためオールドヒル造船所へ出立します。ご苦労、丁重に頼むぞ。はは。ありがとう、ウェイド教。彼らをあのままにしておくのは忍びなかった。では我々も行きましょう。狙うは黒騎士の主力本衛隊。ああ、奴らを倒す。なんだお前は。黒騎士の本衛隊だな。ここで消えてもらうぞ。我らに盾つくとは愚かな。そうか、お前たちが種火の守り手か。自ら出てくるとは、探す手間が省けたわ。ここで粛清してやる。クライブ様、ウェイド、ジル、行くぞ。勝ったわね。ああ、なんとかなったな。クライブ様、ジル様、お二人のおかげで本衛隊を撃つことができました。心から感謝いたします。これでしばらくは黒騎士もおとなしくするでしょう。俗領総督府の動きも鈍くなるはずです。だがこれで終わったわけじゃない。奴らを撃ったところで所詮は軍の一部隊だ。いずれまた再編されるだろう。ええ、そうですね。ロザリアは今闇の中にあります。恐怖と苦しみが多くの民を苛んでいる。敵は強大で、我々の小さな力だけではその闇を払いきれないかもしれません。だからこそこれからも戦い続けます。今度は種火の守り手の名を掲げて。まだ不死鳥の火が残っていると、ロザリアの民に希望を持ってもらえるように。そしていつの日か闇を消し去る大きな炎になることを信じて。ウェイド教、さて、派手に立ち回りましたからね。ここも直に衛兵が駆けつけます。ひとまずラザロ街へ戻りましょう。しかし、種火の守り手がおじさんとつながっていたとは驚いたよ。ええ、バイロン様には以前から支援をいただいています。こちらこそ、ラザロ街にいらっしゃった目的が地下通路をお探しになっていたとは思いませんでした。その地下通路を行き来してポートイゾルデとやり取りをしているだなんて。難しい立場のお人ですから。それでも俗領総督府の監視の目を盗んでは奴らと戦うために尽力されている。ですがクライブ様、バイロン様をお尋ねになるようでしたらご注意なさいませ。あのお方はあなたが亡くなったものと思っておられる。そのためお心を閉ざされてしまった。私が仲介したところで信じていただけるかどうか。俺が力を借りられるのはあの人ぐらいだ。何とかしてみせるさ。クライブ様、これを。我ら種火の守り手が常にあなたと共にあるという証です。心強い、感謝する。お二人とも本当に立派にご成長なされた。タイラーにも見せてやりたかったですよ。さ、地下通路はこの先です。こちらからどうぞ。ありがとう、ウェイド教。
何かあればいつでも協力する。伝達手段は追って知らせよう。はい、お待ちしております。